は2020年1月19日山梨の日か富士山にキャンプをしにやってきました。で1泊2日で泊まりキャンプで、泊まるのはトレーラーコテージ。今日の予定はステーキを焼く、まあ夜ご飯はステーキ、ステーキとということで、じゃあまあキャンプ開始とやっていこう。1961年の6月生まれの男性、誕生日のやつですよね。そう、誕生日。これももう20年経ってるんだよね。キャンプ始めた頃25年ぐらいになるか。うん、大物ですよね、それでも。かっこいいやつ。ね、かっこいいよね。音が結構しますね、高いやつが。もう音が。これ何ですか？これは炭起こし機器なんだけど、本来は、うん、薪を組めて上からで空気が入って、火と一緒に二次燃焼が起きて炎が高くなる。へえ。これから夕飯を作ります。いえ、まあ、ステーキがメインだね。そうだね、ステーキはあのアメリカの庭にあるやつで焼くとスターターを押します。スターターってどっち？スターターはチチチチと音が出てる場合、うん、押しながらガスレバー台を押しながら左へレバーを回します。ついた。ステーキです、今日は。イエイ。これもステーキで、大好きなタン、これをね、まぶしてやるんだ。アウトドアスパイス堀越、堀西でしたこれ有名らしいよ、ちょっとキャンパーで。はい、温度がいい感じになってきたので、お肉を焼いていきましょう。いや、夜飯です。めっちゃ豪華。やっとできたね。ね、めっちゃ美味しそうだよね。あ、タンは何もついてない。これタン？それ違うか、ついてるか。このスパイスいいね。いいでしょ、これ美味しい。うまい。おいしい。いる、柔らかい、ね、めちゃくちゃ柔らかいめちゃくちゃ柔らかい。崩れるか、黒毛和牛のだから美味しいね。うまいね。ハマった。ホリニシ、ホリニシうまい。いろんなもん入ってるね。ガーリックも入っちゃってるね。うまい。おはようございます。2日目の朝です。これから朝ごはんです。朝ごはんはスパニッシュオムレツとチキンサンドらしいです。
にてピカ藤山プログ終了。